小倉直江にお集まりの皆さん、岐阜県からやってきましたカマスオトライブスイマース、よろしくお願いします。今回は初青森ツアー、すごい3日間もう最高でした。ずっと全部ね違う環境っていうかね、それで今日青森ツアー最後の締めがこのもうすごい素晴らしいリンゴちゃんに囲まれた小倉農園でもう最高のライブ時間過ごさせていただいて、もう本当に感謝してます。青森のみんな本当に会えてよかったです。ありがとう。からカムアソーっていうバンドを聞いて、で YouTube とかで見てかっこいいな、こういう人たちいるんだなと思ってて、で気になってはいたんだけどなかなかこっちに来ないし、で私もやっぱ子育てあってなかなかこう出れないし、でリンゴもあるんだけどこれはもう絶対にうちでやりたいと思って、でうちでこの通りやれてる、嬉しい。だから本当にファミリーでみんなでこうカムアソーをね楽しめたらいいなと思って、そういうこう場を作りたいなと思って、ちょっとここまで走り続けましたけど。
車の中でリピートして聴いてた人がなんか実際に自分の畑でね、なんかいつも聴いてる声が感動しました。なんかでもあのやっぱいろいろ YouTube とかね、あの CD とか聴かせてもらって、やっぱなんかこう自然の中でライブなんか やるのがなんか一番きっとなんか合うんじゃないかなと思って、だから、なんか一応ねぴったりだなって思って、絶対やりたいと思って、もうなんかカムアソーに向けてみんななんかこうわーって出し切ったっていうか、待っててもみんなこうわーって出したっていうか、たくさんのなんかそういうの感じて、あーなんかやれてよかったなと思って、ありがとう。が生まれたのは北国の海辺の町、毎朝毎晩海を見て暮らしたんだ。ララ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 ラ。